本日の我が校の若手 ALT 観察記録。旧外の先生、つまり校長、教頭、養護教員、事務など、学級担任持ってない先生たちは、教務室で自分たちで給食を配膳し、教務室で食べます。ALT の分も旧外で配膳することに、その後ランダムで選んだ学級で食べる。そして、給食の量が半端じゃなく多いです。普通に2、3杯はおかわりできます。おかずの個数も当然おかわり用あり、子供の分が足りなかった時の予備。昨日のおかずは巨大シューマイでした。美味しい。そして、妙に白飯よそるのに慣れてる若美人 ALT ことジェーンは、自分の分をもらうと、さりげなく、ひょいっと皿にシューマイを、もう一個増やしたのです。ちょっとびっくりしたので聞いてみました。自分、シューマイ、好きなの？ジェーン、はい、実はそうなんです。と、照れくさそうに笑って、今日の学級教室へ向かっていきました。長身でちょっと老けてるように見えても、やっぱり、年相応の女の子なんだなぁと。ジェーンが可愛く見えて、その場にいた先生全員が和んだ瞬間でした。今度シューマイが出た時は2個増やしてやろうと思います。ジェーン、はい、実はそうなんです。可愛いな。日本の子供も、ジェーンさんを見習って残さず食えよ。